今回はエイミル店長がお兄さんと一緒にウイスキーのイベントに参加するため福岡に訪れたので、福岡の中洲の酒屋さんのレアウイスキーの販売状況をお伝えしたいと思います。それでは早速行ってみましょう。1軒目、亀田蒸留所のボトルを発見です。私は初めて販売されているところを見ました。こちらのお店はアマハガンのコラボボトルがたくさんありますね。シングルモルト、長浜ファーストバッジもほぼ定価で売っています。長浜蒸留所関係のボトルに強いお店なのかもしれないですね。かのすけ2022リミテッドエディションもセット販売にはなってしまいますが販売されています。素晴らしいお店ですね。中洲の中心部なのに去年発売された数量限定ボトルがほぼ定価で販売されているにもかかわらず今でも残っているなんてすごいですね。シーバスリーガルアルティス20年、それとギュアーズ25年が販売されてます。欲しいけど箱が大きく手荷物になってしまうため断念ですね。2軒目、こちらのお店も種類豊富ですね。サントリーの時があります。余市と宮城郷を発見です。私が住んでいる地域では余市もたまにしか販売されないためこの品揃えは羨ましいですね。3軒目、こちらのお店はかなり品数豊富なお店ですね。ラガブーリン16年があります。ロイヤルハウスホールド、ラフロイグ、ロア、シーバスリーガル25年を発見です。3万円を超えるボトルも無造作に棚に置かれていますね。マッカラン18年まで普通に販売されています。これは期待が持てそうです。駒ヶ岳ツヌキエイジング2019、その下にはバランタイン30年まであります。1ローズモルトの品揃えもすごいですね。レギュラーラインナップは全て販売されていますね。私の住んでいる地域ではこんな光景は見たことがないです。竹鶴、宮城郷、余市もしっかり揃っていますね。こんなお店が近所にあったら毎日通ってしまいそうです。見つけました。ついに発見です。なんて神々しい棚なんでしょう。しかも山崎と白州ともにノンエイジから18年まで揃っています。すごいお店ですね。山崎と白州だけではなく響もありました。しかも響21年だけではなく響30年まで販売されているという恐ろしい店舗ですね。プレミア価格ではありますがそもそもこれだけの品揃えで販売されているお店自体がかなり珍しいですよね。それにガラスケース越しではなく普通の棚に販売されていて実際に手に取って裏面なども見れるというのは素晴らしいですね。今はプレミア価格ですがウイスキーの相場は常に変動しますので徐々に値下がりすることもあるかもしれないのでそのタイミングで買えたら良いですね。福岡の中洲の酒屋さんは素晴らしいお店がたくさんありますね。店内撮影と YouTube 掲載にも快く応じていただきとても親切なお店ばかりですね。皆様も福岡に行かれた際は是非中洲の酒屋さんも立ち寄ってみることをおすすめします。それでは今日はここまでです。今後もいろいろな情報が知りたいと感じていただけましたら是非高評価をお願いします。それではまた見てくださいね。